はいどうも、フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えします。まずはフィリピン全国の感染者情報についてこちらです。一番上の数字が感染者の総数から回復者と死亡者の数を引いた数となっています。その数が38,183人となってますね。これは7月16日時点での数字となっています。 その下の黄色の枠の中に書いてある2498というのが新規感染者の数ですね。はい。そして左側の NCR というのがマニラ首都圏で出た新規感染者の数。その下にセブ、カビテ、ダバオデルスール、ラグーなど、ダバオデルスールの44というのが入ってますね。 が新規感染者の数が並んでいます。そして真ん中の円グラフにマイルド90.7%と書いてありますけども、これは一番上のアクティブなケース、感染者の現在も治療中とかですね、まだ陽性の状態が続いている人の中での症状の割合、マイルドな人、軽症な人が90.7%でほとんどを示しているというグラフです。そして感染者の総数はと言いますと、右側の女性の絵の ちょっと上にある6万1266人ですね。ついに6万人を超えてしまいました。はい、非常に多くなっています。続いてこちらが回復者ですね。新たな回復者が467人出てまして、回復者の総数が2万1440人になっています。そして死亡者は新たに29人出ていますね。えー、総数が1643人となっています。 下のグラフはフィリピン全国で日ごとの死亡者を表したグラフですね。そして昨日7月15日に発表されましたフィリピンの各地域の規制のレベルですね。新しく7月16日から7月31日までの新たな規制となっています。それがこちらですね。ちょっと小さいですけれども、あの、詳細はまた説明欄に貼っておきます。 で、これを全部読むと時間がかかってしまうので、代表的なところを読み上げますね。まず、セブ市ですね。今まで強化されたコミュニティ隔離と一番上のレベルの規制だったんですけれども、 え、それがちょっと緩和されて修正を加えた強化されたコミュニティ隔離になりました。それでもフィリピン全国の中では最も厳しいレベルのコミュニティ隔離となっています。そして次、一般的なコミュニティ隔離 GCQ ですね。それらの地域の中で主なものがマニラ首都圏ですね。引き続き GCQ ですね。そしてカラバルソンと中部ビサヤのマンダウェ市とかラプラプ市とか、またセブ州の中でもタリサイ市とかですね、が入っています。 で、東ビサヤ地方のオールモック市とか南レイテ州もそうですね。はい。そしてカラガ地域とバンサモロ地,地,地域。これはミンダナオ島の中にあるんですけども、えバンサモロのバシラン州というところも GCQ となっています。その次に規制が緩いレベルのものですけども、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離。MGCQ ですね。実は私が住んでいるダバオ市というのはこの MGCQ が15日までで、その後16日からは GCQ になってしまうんじゃないかと、 ま、国からは一度そういった勧告が来てたんですが、ダバオ市長が、いや、ダバオ市は MGCQ で行けますということで、抗議をしたという、それがこうなして、ダバオ市はですね、この MGCQ に再び組み込まれることになりました。これはダバオ地域下の方に書いてありますね。地域11という中で、北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、ダバオデオロ州、その次にダバオ市と書いてあります。で、今回、ま、こうずらっと並んでいるんですけども、 ここに書いていないそれ以外の地域は一番下の4番の低リスクの MGCQ。修正を加えたコミュニティ隔離の中でも中レベルと低レベルとありまして、ここに書いてあるのは中,中レベルですね。そしてそれ以外は低レベルの MGCQ となっています。はい、ここでダボウ地域の感染者の情報です。こちらです。はい、これは7月15日の時点でですけども、なので、 一日前の情報となりますが、新規感染者が25人ですね。オレンジ色の真ん中の数字です。そして、感染者の総数が843人となっています。死者数は新たに3人出て、総数が42人。回復者は新たに8人出て、回復者の総数は466人となっています。まあ、いつもこれ5時、午後5時の時点で発表されるんですが、 え本日もですね、結構5時に発表されるとなってるんですけども、あのー、待っててもですね、なかなか今この動画を撮影してるのがもう午後7時過ぎてるんですが、ちょっとなかなか待ってても遅い時もあるので、また新しい発表は待ってからお伝えしたいと思います。そして先ほどダボウ氏から新しい通知が出ました。これは飛行機の移動に関するもので、まだ あれですね、日本からフィリピンに来ること自体が難しいんですが、ダバオ空港はもうすでに動いてまして、便数は少ないんですけども、ダバオ以外のマニラとかから人が来るようになってきてまして、例えば OFW ですね、海外フィリピン人労働者の方でマニラに着いた人で、ダバオ出身の人とかはマニラから帰ってくるようになっています。まあ、それに伴ってですね、感染者も増えているという状況です。ダバオ市政府はダバオ国際空港に向かうすべての 飛行機の乗客に出発空港でのチェックインの時に出発の日付から48時間以内に発行された陰性の PCR 検査の結果を提示することを登場、えー、の要件とすることを通知しています。これは2020年7月20日から実施されるとのことです。えー、ただですね、検査と言いましても英語でラピッドテストキットと呼ばれている いわゆる迅速テストキットの結果は受け入れられないとされています。あくまでも PCR 検査ということですね。で、その PCR 検査の陰性の結果なしで到着したすべての乗客は空港で拘束され、自費、これは自分で支払うもので、えー、検査の準備、PCR 検査の準備がなされるまでは空港から外に出ることはできないとのことです。まあおそらく飛行機自体に乗れないと思うんですけども、もしその陰性の PCR 検査の陰性の結果を持ってなくてダボウ空港到着したとが分かった場合は空港から出られないということですね。その検査を自分のお金でやるという準備ができない限りは出られないということになったそうです。はい。これはですね、2020年5月20日にフィリピン保健省疫学局と感染症の専門家から強くアドバイスをされたため、ダボオ市政府としてはこのポリシーを通常の商業便の再開を開始する前に 実施するよう、実は国に要請をしていました。2020年7月5日から7月13日まで、ダバオ市で確認された新型コロナウイルス感染者のほとんどはマニラからの渡航者でした。7月14日、飛行機の搭乗前の検査を行うよう、国へ再度要請を繰り返したとのことです。そしてね、これを承認してくれた えー、CAAP、フィリピン民間航空公社、DOTR、フィリピン運輸省、そして IATF、省庁間タスクフォースに感謝しますと。そして最後に、これはミンダナオ島で増加している感染者を管理可能なレベルに保つのに大いに役立ちますと示られています。 ということで、えー、もう一度これ始まったらですね、まあ、おそらくしばらくはもし日本から例えばビジネスとかですね、永、え、住、ー、ビザを持っている人がマニラに来られるようになって、そこからさらにダボーに来られるようになったとしても、おそらくこれは解除されるまでは続くと思いますので、えー、大事な情報だと思うので、えー、お伝えしました。はい。 というわけで私の動画ではフィリピン全国とダボー地域に関する情報をこのようにお伝えしています。もしチャンネル登録がお済みでない方はよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。